その画面を通しての交流では難しい、やはり実際に直接その場所を訪れることによって経験できることがいろいろあることに、やはり特にこのコロナ禍を経験してそういうものがある、大切なものがあるということを気づくようになりました。この大きな大切な節目の年にあたり、宮様と共に訪問できますことを大変嬉しく思っておりますとともに、心を尽くして両国の親善に努めてまいりたいと思います。